結局バレルさんとカーネルは自分の意思を語ることはなく、アンダーグラウンドの闇の中に消えていった。俺たちはただそれを見守るしかなくて、自分自身に対する無力感で俺の胸はいっぱいだった。その日の夜、サイバーシティに死を逮捕のニュースが流れた。人々は耳を疑い、そして困惑した。何より万博の主催者である市長のスキャンダルにより、万博の解体を危ぶむ声が各地に広がっていた。黒ひげと一緒にスポンサーの下、そうか、黒ひげも一緒にいたから捕まっちゃったんだ。切り札の出の字を失った。ねえ、これからどうするの？決まってるじゃない。私たちだけの活動続ける。でもどうやって？そう、それは、そうだな。とにかく電動銃さえ手に入ればこっちのもん。じゃあまたロックマン狙う？いや、俺にいい考えがある。今度はワールド3が持っている電動銃をいただいちまう。でもワールド3にはバネルとか、バネルって混ざったね。相手なんてとてもじゃないけど。俺ね、あいつらの弱点このあたりがあるんだ。バネルとカーネルに弱点。そう。俺がフォースプログラムに奪いに行った時のことをよく思い出してみると、カーネルのチャンスだったのに光ネットを攻撃できなかった。正確に言うと、光ネットを助けに来た女の子に手出しができなかった。あ、ここであれか、アイリスの、あれがちょっと語られるのかな。その女の子を見つけてきて、俺たちが人質として利用しまえば。ちょっと待ってよ。その女の子はどこにいるか知ってんの？大体だけど見当つく。っていうのも今日シーサイドサウンで、ロックマンを暴れさせた時、また同じ女の子が光ネットを助けに来た。だからあいつら顔見知ると見ていいだろうな。じゃあ光ネットをつけていればその女の子に会えるかもしれない。いけそうじゃない、その作戦。じゃあ決めた。あの女の子を盾にしてワールド3が持っている電脳銃をいただいちまおう。ワイリー、まさかカーネルまでも敗れてしまうとは。しかしここまでは想定の出来事。わしの計画は確実に進んでおる。今夜例の実験を行う。この実験が成功すれば、光ネットロックもまたわしの元にやってこい。その時こそ世界に我々が訪れるのじゃ。ああ、しかし制御システムはあいつを一刻も早く連れ戻さなきゃ。わしの計算ではそろそろ動きがある。制御システムを連れ戻す、アイリスかな。マッハ先生がしばらく休みと話したけど、一体どうしちゃったんだ。それ僕も気になったっす。やつは何かしてるんじゃないですか。知らないぜ。先生には先生の都合ってのがあるからな。そんなもんか。さすがに先生がワールド3の団員だったなんてとてもいいね。ガタン、警備ロボだ。あ、正面から来たな。はい、ごきげんよう。お前たちはワールド3の元団員。師匠が逮捕されて解散するんじゃなかったのか。ワールド3を持った団員？そんなダサい呼び方やめてくれない。確かに新たな犯罪集団として独立した。その名も、せーの、シロルラブリーズ・ジャスティス・グライ・グラウディ・ボンバーズ。何をちゃんと合わせなさいよ。一体何がラブリーズだ。それにいつまにか離脱出しやがって。優秀な人間が上に立つのは当然じゃない。あんたが大したことないから私が引っ張っていってあげてる。シロル様って見なさいよ、シロル様。まあ今は大事な作戦の途中ですから、二人とも落ち着いて、我々ジャスティス・クラブはチームワークを大事に。チロラブリーズ・クラウディ・ボンバーズだ。お前たちのチーム名なんてどうでもいいよ。一体何しに来たんだ。そうだったわね。大事なことを忘れるところだった。控えねえとあなたに聞きたいことがあって、わざわざってやってきた。そうよ、あなたのガールフレンドの居場所を教えなさい。ガールフレンド？そうだよ、スカイタウンでカーネルからお前を守った女の子、普通に引きに来ちゃった。何を企んでいるかは知らないけど、お前たちなんかにアイリスの居場所を教えるはずはない。やはり思った通りの答えが返ってきましたね。まあ一筋縄でいかないのは分かっていたこと。あまり油っぽいことはしたくないのですが、ジャッジマン。あ、警備ロボが。グリーンタウンの初期ロボット、なんでこんなとこに。くそ、いくらあなたでもクラスメートを守りながらこれだけの数のロボット相手するのはさすがに難しいわよね。今回俺たちはお前を狙ってるわけじゃないんだな。友達が傷ついていくのを見たくはないんだろう。さっさっさと教えてくれよ、あの子を。とどうすればいいのか。言っとくけど俺は知らないぜ。しらばっかりちゃって、お食料も軽くしびれさせちゃいなさい。あー、ネット君にダイレクトアタック。うわー、本当に知らないみたいに、お食料もとストップ。ネットさん、本当に知らないよ。うっそ、それなら仕方ないわ。ロックマンいただいていこうかしら。待ちな、ネットに指一本触れさせないぜ。ネットさんは僕たちが守るっす。熱い友情で、感動で涙が出ちゃうわ。お食器ロボたち、この子たちもやっちゃいなさい。待ちなさい。出てきた。私はこういうみんなを解放して、まだ自分から出てきてくれるなんてラッキーだわ。悪いけどあなた、私たちと一緒に来てもらうわよ。ロボたち。抵抗しちゃダメよ、なるべく怪我はさせたくないから。抵抗はしないわ。だからこのロボットをどっかにやってちょうだい。もし嫌だと言ったら、ロボたち下がりなさい。やっぱ制御システム、なんかのあれを作用してるんだよな。その子踏んじばりなさい。
んなのよ。全然思い出せないな。さあ連れて行きなさい。いい度胸じゃない、私の大嫌いなタイプだわ。それな。ガバッ。大丈夫かネット、あいつらは。実はなんだってアイリスが。つまり俺たちが増えないばっかりに、とにかく助けに行かなきゃ。何か手がかりはないのか。けど手がかりっつってもあいつらの動きなんて全く読めないし。だよな。そうっす。あ、いや、どうした、何か手がかりがあるのか。いや、その時間がないんで教えてくれよ、アスター。手がかりになるか分かんないですけど、裏インターネットの奥に裏の情報が集まった裏掲示板な、相当ヤバい情報も書き込まれるらしいですから、もしかしたら何か書き込まれてるかもしれないっす。なるほど、裏の掲示板か。確かに可能性はありそう。見に行ってくるぜ。けど裏はヤバいっすよ。アイリスの命がかかってるんだ。俺なら大丈夫、任せとけって。分かったっす。けどくれぐれも気をつけてくださいっす。ね、裏の2のあの上だったと思うんだよね。これ多分ネットで行かなくてもいいんじゃないかな、掲示板さえ読めれば。お、大人の人がね、お兄ちゃんを連れてね、玄関の方にね、走ってったの。そっか、だから多分ね、キラーマンだと裏1からなんだっけ。裏2はトーマスマンだったっけな。チャージマンね。クラインターネット1か。しかもこっからだから、でも HP600 か。多分ね、もうヒートマンとかが SP になってると思うの。ヒートマンとスラッシュマンあたりぐらいが SP になって、こいつらが多分 EX になったのかな？ヒラーマンとかがね。多分その次の章に入ると、彼らもまた上がっていくかな。もしくはクリア後かもしれないよね。チャンプルー！チャンパーだった。あ、逃げらんないな。困る。グラさんだけちょっと。あ、いや、グラさんしかあれか。今攻撃してくるやつがいないんだ。意外とめんどくさそうだなと思ったけど、そうでもないや。で、裏の2のここの上だった気がするから、ここで逃げらんないとやだな。で、逃げらんないとこあるんだな。えいえいえい、コーンショット2 D か。手前で行けば、ここのね、右端がこれか、メットオール。メットオールが嫌なものを持っていますね。失礼しました。えい、ファイヤーパンチ。リフレクメットもちょっとやっぱ集めときたよね。電脳掲示板、何者かによって荒らされていて、内容を読むことができない。読むことができない。ロックマンじゃないとダメってこと？マジで？そっか。でもあと10分ぐらいあるんだよな。戦ってみるか、SP とね。とりあえず、チップがさ、今、水属性入れてないんだけど、現状でどんな感じになるかっていうのをちょっと見てみたいな。火の剣。俺、お前らが強敵とのバトルやろうぜ。今度のヒートマン、ただごとじゃねえ。鉄をも溶かすぜ、ヒートマン。やっぱちょっと油断じゃねえや。セリフ変わってますね。いえ、SP2000 だ。1900だ。2000ではないけど。わら人形当てときたいよね。これ一番前にいれば当たんないのか。あー、なんてことでしょう。あ、しかも間違えたし。わら人形が、あー、3回か。なるほど。バル人形時間制限があったのか。
そうすればね、ドリームストーで800入ったんだけど、よいしょ。で、これでスラッシュも80だかね。ピョン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 、いい、全然効かない。いやー、あ、効いてた。雑になってますね、また動きが。ヘルズバーナー、エレメントラップ、ヘルズバーナー、スラッシュマン、で動きを止めて、エレメントトラップ、止まっかな、止まなかった。多分あの区内も変わんないと思うんだよね。当たるかな。ちょっと横出す。後ろにいることが多いからな、あいつは。ちょっとカウンター取れれば。あ、そっか、前が。前があれだったから、スラッシュマンがいけなかったんですね。はーい。勝つことはできたけども、これを30秒以内か。53秒。ヒートマン。あ。グーやるじゃねえか、燃え尽きたぜ。53秒って。キラーマンもついてた、やってみるか。ちょ。なんだい？僕とネットバトルしたのかい？はい、悪いけど、手加減はしないからね。あ、キラーマンだ。まだ先なんですね。そうなんだ。よいしょ。スラッシュマン勝手にさ、追いかけててくれるからいいよね。よしよしよし。で、あの邪魔な、あ、なんか死ねきる、受けた。コーンショットよいしょ。あー、外した。あー、しかも変なとこに落ちた。一回やらかすとダメですね。あー、ダメだ。あ、怒り状態は攻撃力2倍ですね。ダメージ食らいすぎるとなります。うん、キラーマンも練習が必要ですね。あのピッってやつをさ、当たっちゃったか。ダメだな。あれ、さっきどうやって受けたんでしょうね。これさ、あの藁人形3マス前に飛ぶから、これで真ん中に投げるじゃないですか。で、あ、なんかに当たったでしょ。あれ、真ん中に当てて、藁人形の効果が当たったんその藁人形に与えたダメージを全体だっけ、1体だっけに与えるんですよ。で、真ん中にとりあえず藁人形を置いといて、そこにドリームソード当てれば、ドリームソードの400ダメージと藁人形の効果で、藁人形に当たったダメージ400ダメージが当たるから800ダメージになるんですね。で、まあ、外れたとしても400ダメージは入る。真ん中に置いときはドリームソードが当たるから、とりあえずはドリームソードは効いたことにはなると、そういうあれです。依頼をちょっと見てみるか。なんか一個依頼やってみるか。あ、待って待って、それとあとこれだ。一個依頼でね、お金を貸してるイベントがあるんですよ、ここで。で、それがね、いずれお金が返ってくるらしいんだけど、それがね、どのタイミングで返ってくるかっていうのがね、書いてないんだよね。で、結構シナリオ進んだから、そろそろ返ってきてもいいんじゃないかなって思ってるんですが、そうすればまたお金に余裕があるからね。これどうすっかな。まあいいや、ちょうどいいや。はい。バグのかけらも欲しいんだけど。あ、行こうか。だね。
まあ序盤ですからね。これ彼、あなたの、あ、来た、仕事も好調になり、お返しした1、10、100、1000万、1万デニーを返すことができるようになりました。約束通り10万円仕返します。ペット用のバネも返す。それが終わってしちゃって、もうウハウハですよ。私もウハウハですよ。10万また増えました。ということは依頼で20万手に入るんだ。やった、またこれでいろんなもん買えるぜ。お金に困らないってのがいいよね。アンダーグラウンドでチップ集めしていきたいですね。よし、じゃあアスタランド行って、どうした、新しいチップ欲しいな。そんな子はお兄ちゃんどうしたの。君はのんきでいいね。名人が売ってるやつで、ここでねエレメントトラップってのを買いましたね。相手が属性攻撃を使うと240ダメージ。あとはちょっと難しいかな。ヘビーゲージとかもやっぱ対戦用なのかな。あ、アスタがいないから買えねえ。そうなんだ。あ、増えてるけど、まだ3を受けらんないんだよね。20から25だから、あと、じゃあまだあれか。B ランクだから、多分 A ランクにならないと星3受けらんないから、星2の依頼がクリアすると20ポイント入るんですよね。で、ってこと、あと3つ出ないといけないから、もう1個やっぱ賞を進めないと出ないってことか。もしくはこれを解決したからだよね。だけどね、ちょっと進みにはまだちょっと時間がね、あんまりないから、もう一戦なんかとやって。よし、じゃあ。あ、それともキラーマン、あ、でも倒して戦ったっけ？一回戦わないと SP にならないんですよね。だから、SP になる章でも、例えば、ヒートマンだったらヒートマンを倒してなければヒートマン SP にならないんですよ。ヒートマンを倒してヒートマン EX になって、そいつを倒してから SP になるんで、なってない時にもう一回ちょっと戦ってみるといいかもしれない。でもスラッシュマン、スラッシュマンでも EX 倒してるよね。やるんだろうね、トバトル。こっちはいってもいいよ、すぐに始めるかい。よっしゃ、いくよ。すごい時だけの負けない。でも SP ならせーい。ブレーキ性能効くんだっけ。 SP1500、 1500、で、はー、まあこうだね。あと避けれる。あ、これな、いまだに苦手なやつ。あー、やるんだったらスプレッドガンだよね、出が早いから。ちょっと待ってくれ。あり、よし、いくぞ。よし、オッケー。開くない。待て、早い早い早い。まあ、全体に入るってのもいいよね。くそー、うわ、早い早い。本当に苦手ですね。説明って見れなかったっけ。見れないか。暗転するからどうでしょう。暗転しないチップ。ああ、あ、ダメだったのか、来れなかったのか。いつもスラッシュマンってやるときはギリギリ。1、2、3、4、ドリームソードが当たれば、えい、あれー、そう、ここにいればあいつ来れないのか。あー、ダメだ、やっぱ苦手だ。修行が足りないには野菜のスープ飲んでもっと修行してきな。はい、すみませんでした。ダメだ、成長してないですね。というわけで次回は裏インターネットの掲示板を見て先に進んでいこうという回ですね。で、またちょっと裏でやれることはあるかな。あんまりないか。アンダーグラウンド行って依頼も増えてなかったから、
まあ、いや、そしたらもういきなし裏、特にやらないで裏インターネットを掲示板の前のところでセーブして、そこから始めるようにしましょう。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。